さあ、ちゅうことで、この時間で TBS と HBC をお聞きの皆さんとはお別れでございます。ラジオ関西、福岡 RKB、沖縄 RBC の皆さんは続きます。じゃあまず最初はですね、2017年12月11日に登場して以来、1年7ヶ月、二軍暮らしです。もし日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやというラジオが放送されているとしたら、番組内容はどういうものなのかがテーマの日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやカルタ。寝かせたねー、相当寝かせたねー。まあまあ当然デビュー戦あ行ですね。ペンネーム豆腐小僧、あ姉子とリスナーたちに呼ぶように強制をしている。ブルッとくるよね。相当ブルッとくるよね。そうですね。ペンネーム憧れのトランジスタガール。桑畑小原のうちらに任せてやかると。あの頃はほんまに辛かった。ブスなこといっぱいやらされた。と若手時代のエピソードを話し、今はもうブスではございませんという振る舞いをし続ける。ペンネーム大自然守る、あ赤ちゃんを授かった時の気持ちをリスナーから大募集、それをつなげて歌詞にした曲、君が泣きながら生まれた日ママは笑ったよのリリースイベントを開いたら、桑畑はもちろん小原や招待されたリスナーたちも号泣、地獄絵図。うわー、ペンネームウルトラマンキラ太郎、あかんあかん、そんな恋愛は自分を減らすだけやで、うわもうやだわ。そらデビューしないわけだなおい。ペンネーム寺尾まさき、あ姉御肌を気取ってホリプロコムの後輩女性芸人の悩みを聞くコーナー、毎回桑畑が泣いて騒いで終わるので、あかんて、あかんてっつって、翌朝リスナーの生活リズムに支障が出る。ペンネーム田中フクロウ、陰毛をブラジリアンワックスで永久脱毛したというような誰も得をしない透明な話を。透明な話っていうジャンルなんだ、あの誰も得しないやつ、透明な話を毎週2時間してるからすごい。ペンネーム電柱理論、この辺冴えてんね、イクメンオブザイヤーの話をしていたら、桑畑がイクメンってなんやねん、旦那さんが育児するの当たり前やんと訴えながら号泣。ペンネーム大自然守る、嘘の感動エピソードを番組に送ると大体読まれる。よかったメールに桑畑のマタニティヌードステッカーが送られてくるので、あんまりいいメールは送らない方がいい。ペンネーム形状記憶老人、お俺らにも語らせてやという二人の夫が出演するスピンオフ番組がラジオクラウドで配信される。ペンネーム虎は人間より強い、お悩み解決コーナーでどんなメールが来ても桑畑の答えが、私も昔はそうだった、でもそんな私が今やみんなに憧れられるカリスマ主婦になれたんやで、だからあんたも頑張りやという上からの目線のクソみてえな回答ばかり。この番組って仮にやったらリスナーってうちのリスナーしか聞かないよね、これ基本的にはね、うちのリスナーの観測衛星だけのコーナーだよね。です、いきます。日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやカルタ。なんか選んでる間もいいよ、あの桑畑小原のうちらに任せてやジャンク、なんか全然違う、ゾンビ選んでる時とテンションが全然違う、すげえムカついたりする。本人やってねえのにだよ、本人やってねえのにすっげえムカついたりするから。ペンネーム田中袋、あ
暑い日が続きますねというメールから汗でメイクが落ちる話から最近のお肌のコンディション話から最終的に男は女性に日傘をかざしてあげるべきやねんというクソトークコンボ。ペンネームボールペン返して、あ、あたしらみんなお母さんのお腹から生まれた命なんやでつって。ムカつくでしょ。ムカつくでしょ。神戸のビジネスホテルで、神戸のビジネスホテルで選びながら。ペンネームボールペン返して、あ、私目から鱗やったんやけどと桑畑が話し始めた時は新しくスポンサー契約した美容グッズの宣伝。ペンネーム北海道空耳、あ、私は分かってるで、私には分かる、日ハム栗山監督の清宮くんを見る目はうちの子育てと一緒やねんと言って大号泣。うわぁムカつく。ペンネーム寺尾まさき、あ、相席スタートの山崎圭さんをゲストに招き、全然ブスちゃうよ、全然ブスちゃうと褒めちぎった挙句、桑畑さんもブスじゃないですよねと言ってほしいオーラをビンビンに出すが、でも桑畑さんはブスですよねと返されツイッター上はやんややんやの大喝采。全然ブスちゃうよ。ペネムサンチョ、後番組の生島さんが冒頭で、ブスのザレ言を2時間聞いていただきありがとうございます。おはようございます、生島ひろしですって始まるっていう。ペンネームスズムシ食べた、あ、赤ちゃんの夜泣きで眠れずにふとラジオをつけたママさんたちの心のオアシスが目標の番組やから笑いとかいらんねん。そう、それでだ、それでだなんつって。ペンネームまんじゅしゃか、あ、浴びる湯辻のぞみ、増若翼あたりのちょっとアレなママタレをスペシャルウィークの旅にゲストに呼んで離乳食総選挙やおむつ総選挙などを開催。ペンネームすずむし食べた、あ、アヒージョを食べながらゲストと女子トークするという企画でオチのない過去の恋愛話を延々と続けるユリアに相方の猿が激怒して大暴れ。ひっくり返った熱々のアヒージョを頭からかぶったクワバタが悶絶しながら床を転げ回る音声、必聴。ペンネーム金玉院巨大孤児、あ、愛されている自慢を互いに言い出しヒートアップした挙句夜の営みを赤裸々に告白し、マックス鈴木は赤ちゃんプレイが大好きということが発覚。ペンネームフレンドベア、言うとくけど見た目だけいくら綺麗にしても中身から変わらなマーコやバタヤンみたいにはなれへんねんで。うちらに憧れてくれる気持ちは嬉しいんやけど、すごくないこれ、三宮のビジネスホテルで俺、というような金言が毎回いただける。ペンネームボールペン返して、いつもママ業を頑張っている自分を自分で表彰してあげるセルフ表彰状のコーナーに採用されると、お正月に桑畑大原のどちらかのマタニティヌード年賀状が届く。ペンネームサンチョ、if もしも〇〇ならばというコーナーで、もし私がブスだったら生きていけへんわと大原発言。ペンネームそろそろ旧姓中山、いろいろと背負いすぎた結果小島恵子みたいな形で突然番組が最終回になる。俺のつもりしか入らねえじゃねえかよ。俺のつもりだけ入ったわ。ペンネーム大自然守る、言うことを聞かない子供を石棺棒でぶつときは子供よりもママの心の方が痛いんや
と泣きながら訴えるクワバタにファンから共感のつぶやきがツイッター上に続々投稿される。ペンネームねじりんぼうはちまき、うちらはチームやからと1枚4800円もする小原がデザインを手掛けたうちまか T シャツをスタッフ全員に着用するように強制していて、スタッフかわいそう。最初うちまかって何と思ったんだけど、うちらに任せてやだ。もうみんなうちまか T シャツだから、うちまか T シャツ強制的に、スタッフジャンパーとかも冬作るからね、1着2万5千円の。あ、これどうなんかな、デビュー戦で。さっきのゾン、日々これゾンビはもうマリオまで行ってるからさ、テストいいのかなと思ったんだけど、ペンネーム串野ダンディ、ウスが屋根から二人の上に落ちてきて、貴様らにジャンク枠など与えるわけがなかろう、ウニの仇じゃとコテンパンにされる。あ、ごめん、カニの仇じゃとコテンパンにされる。ペンネーム田中袋、うっそみてえに加工された写真が使われている番組ホームページ。ペンネーム口癖はソイソース、うちまかって呼んでやーと呼びかけているものの、リスナーにはブスラジオって呼ばれてる。ペンネーム2500杯、名言出ますよ、名言、エッチにはファックとメイクラブがあんねんで、あんたがやってるのはファックの方ばかりやわ。名言出ました、姉子の名言出ました。うわーというクソみてえなアドバイスを、彼氏との夜の営みに悩むクソみてえな OL から来たクソみてえなメールを受けて答えるだって。名言で、これアリモンの言葉なのかな、それとももうこの人の脳内小原が喋ってることなのかな。エッチにはファックとメイクラブがあんねんで、あんたがやってるのはファックの方ばっかやわ。すごくない、すごいよ、それだけ頭の中にお腹を住まわせることができたらすごいよ。ペンネームマーチブラウン、エアコンの温度設定で夫婦喧嘩したんだって。ボールペン返して、おむつをたまに変えたぐらいで子育てに参加しましたみたい顔する早漏の綾野剛みたい男が一番嫌やねん。何その早漏の綾野剛みたいな男って、いっちゃん嫌やねん。ペンネームピストルチョコ、大阪ラブとやっぱ好きやねんがヘビーローテーションで流れる。ペンネーム爽やか大魔神、小原の旦那のオリックス時代のユニフォームがスペシャルウィークのリスナープレゼントにされる。そんな貴重ですよ結構。俺すげえ好きだったのがピストルチョコ、オルゴールバージョンのプリンセスプリンセスの M がよく流れる。エンディングとかにすげえ浮かばない、エンディングとかにオルゴールバージョンのプリンセスプリンセスの M が流れるんだよ、すごくない、なんかで、なんかあれ泣いてるのかなみたいなトークが。ペンネーム犬大丈夫、お笑い界のジャンヌダルグ、クワバタオハラのうちらに任せてやーというジングルが流れる。ペンネームシステッキ、オハラマサコのすっぴんは妖怪コナキジジイとほとんど一緒というメールにクワバタが笑いすぎてメガネのツルが突然折れる。こめかみに力がちゃってビキッつって。さあから、こちら日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやっかるた。ダメなダメダメダメな男だらけよ。ペンネームハトコは授乳中、日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやっかるた、か母ちゃん川柳のコーナー。先月の内まか大賞に輝いた一句は、日本一じゃないよ母ちゃん、世界一。クソ下手だよね。じゃないよだよ。
日本一じゃないよ母ちゃんだよ、世界一母ちゃん川柳の子、先月の内マカ大賞、内マカ大賞はっつってねペンネーム悪目戦車、悪目戦車ちょっと面白いねあんなキャタペラキュ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 ラってくるんだけども、操縦席のケツのところからは出てんだよね、突起がで振動とかがうんうんうんってなんだよね。か体だけやなくて心も気持ちいいのが本当のセックスなんやで、あんたらは本当のセックスを知らん知らんと桑畑が絶叫する。性の話題フランクに多そうなんだよな。ペンネーム七助か、神田川の歌詞にある一緒に出ようねって言ったのにいつも私が待たされたの部分に対して、女の方が髪乾かしたりして時間がかかるのになんで男の方が遅いん、しかも一回や二回じゃなくて毎回なんやろ、時間にルーズな男は金にもルーズやから別れた方がええと歌謡界の歌謡曲のフィクションに噛みつく桑畑と、風呂なしアパートに住んどるような解消なしと一緒にいても苦労するだけやでと昭和40年代の時代背景を完全に無視する小原。一曲目にかけてたからね。一曲目にかけて、で、懐かしい歌ですねって話になるかと思ったらこれですからね。ペンネーム、首位打者伊藤か。川越秀隆と結婚したんだっけという振りに対して、マック鈴木やと言える。もうだ、オリックスファンしかわかんねえ。あの頃のオリックスファンにしかわかんねえ。川越秀隆と結婚したんだっけという振りに対して、マック鈴木やと答えるお約束の流れが評判で、2003年のオリックス投手陣の名前を勉強してきた桑畑の努力は素直に認めてあげたい平井と結婚したんやっけ、先発やマック鈴木やっていうねペンネームボールペン返してか、寒天ダイエットの失敗談をリスナーからメール募集して何通か紹介した後、桑畑が広告塔を務める寒天サプリの宣伝を始めるせやろっつって、せやろっつって、寒天あかんねんてっていうけどなっていうそう簡単やないねんっていう話をしてけどなっていううペンネーム BJ サトル、今日は夏っぽく浴衣をセクシーめに着こなして放送中でーすと誰も望んでいない情報を挟んでくるペンネームイエロー軍曹、教育もまともにできない親とかに限って給食費払わへんねや、いいか絶対にバカ親になるなよ、良い親になって尊敬されるような親になれよと真面目なトーンで桑畑が教育論を語った翌週、おぎママからあなたの意見は素晴らしい、これからも頑張ってくださいとメールが来るよきゃいいよお互いよきゃいいっていう感じのね、ペンネームおすぎとピーター、きちんと相手を思ってできたエッチの後にはちゃんと愛、アロベットね、エッチの後にはちゃんと愛があるねん、あんたみたいな一人よがりなのはエッチまで全然行ってへん、エッチの前の G やねん、 G やねん、もうさエロ絡みでおばちゃんがうまいことを言うっていう全部全部ダメなやつ入ってるよね。ペンネーム悪目戦車、やっぱ悪目戦車いいわ悪目戦車すごい、僕の中ではその戦車の座席のところにヘルメットをかぶった隊長の形のやつが出てる感じなんですよね。危険日って言い方男目線で大嫌いやわ、これからは子宝デイ子宝デイと桑畑が言い、新コーナー子宝デイを流行語にしようが始まる
ペンネームボールペン返して、銀行の ATM に並んでる時に列に割り込んできたおばはんを注意したら大喧嘩になったというエピソードトークは番組内で何度も擦りすぎたせいで今ではおばはんが元グリーンベレーだった設定にアレンジされている。せやねん、めっちゃ強いねん。何でも後で聞いたら元グリーンベレーだったらしいねっていう。ペンネーム形状記憶老人、桑畑がメールに書いてある赤ちゃんという単語を天使と置き換えて読む。ペンネーム田中ふくろう、桑畑の暗黒乳首というワードが出るとすぐさま、そうそうそう、私の乳首は暗黒色ですねんってドアホ、綺麗なピンクじゃと、あちらいち面白くないノリツッコミで毎回返す。俺の中ではもう面白すぎですけどね、クワバタの基準をもう超えてますけどね。おはようごじあめす、クワオハで、あいうえお作文を募集するもうすべての投稿が、クソで始まる。クソで始まるため、即お蔵入り。ペンネーム、なんてこった山口。クンニがうまい男は、女性器舐めても女は舐めへん。何これ何この格言。クンニがうまい男は、女性器舐めても女は舐めへん。優しい男だから大事にせなと書かれたステッカーが届く。跳ねねえよ、どこに跳んだよ。ペンネーム田中福郎、クリスマス特別企画、お一人ガールも輪になればみんなでハッピークリスマスレッツ内幕パーティーナイの時にホームページに掲載されたミニスカサンタ姿のクワオハの写真、なぜか2年後ジャスティン・ビーバーに見つかって世界を代表する面白ブス画像としてバズる。バズるってこういう使い方なんだ、バズんだ。名言が面白いんだよ。キャンタバ袋ジョーク、薬指は結婚指輪をはめるための指なんやで、ポテチ食いながらアナルほじるための指はない。名言集だから。ボールペン返して、刑務所の中でも頑張って元気な赤ちゃん産んでな。どんなメールに対してなんだよ。頑張った方がいいよ、それは子供のためには。ペンネーム夏目漱石、ゲストにはほぼイケメンタレントが呼ばれるが、必ずどっちが好きか、どっちを抱きたいかを言わされ、しかもそれがサウンドステッカーに流用され、延々と流される。ペンネーム寺尾正樹、ゲストが来ると桑畑扮する常連客が、小原のやっているスナックに来る設定の小芝居が毎回。ゲスト連れて、うぅ、これ、わしの行きつけの店やねんっていうやつから必ず始まる。毎回繰り広げられるので、無視で走る。ペンネーム、今夜もあの子で縫い太郎。子育て真っ盛りのママに深夜のラジオの生放送させるって、どういうことやねんと突然切れ出し、収録にさせろと訴え出すクワオハ。だったらそもそもオファーの時点で断れよというリスナーからのメールに、そういうことちゃうやん、今そんな話してへんやん。ただうちは世の中のママの大変さを知ってほしいだけやん。なんでわかってくれへんの、あんたみたいな人が世の中のママたちを苦しめてんねんで、と、お得意の自称世間の母親代表泣きじゃくりで、その場をごまかす。ペンネームボールペン返して、子供の喧嘩に親が出ていて何があかんの、子供が将来盗難車のハイエースを解体してアフリカに輸出する仲介業者になったとしても最後まで味方してやれるんは親しかないやで。どんなだよ。
どんな飛躍だろう。子供の喧嘩に親が出ていて何があかんの。子供が将来盗難車のハイエースを解体してアフリカに輸出する仲介業者になったとしても最後まで味方してやれるんは親しかおらんねんで。あーはー。ペンネームマグナム名古屋子、ゴーリケアメに上から目線でアドバイスする。絶対しそうだよね。あかんわーっていう、金に目くらんだらあかんわーみたいな話しそうだな。名言です。スズムシ食べた子、近藤班と違って雨でもママは休まれへんのや。ラスト、知る権利2006、子、子を産む痛みあんた分かってんのかコーナーでは鼻からスイカに変わる的確な例えを募集していて、今月のチャンピオンは毛穴からリス。ピンとこねえの。チャンピオンのやつ、チャンピオンのやつ全然ピンとこねえ。さあということで、やってないんですけどね、この番組。この番組やってないんですけど、こんなに名言生まれてますからね、刑務所の中でも頑張って元気な赤ちゃん産んでな。いいメールっぽいよね。さあ続いていきます。勝ち抜き中のこちらです。もし日曜ジャンク桑畑おはらのうちらに任せてやが放送されていたらどんな内容なのかというテーマの日曜ジャンク桑畑おはらのうちらに任せてやカルタ、作業内まかっていうね、内まかっていうね、内まかスタッフとか内まかジャンパーとかありますからね。もうないのに、番組がないのにみんなの中ではありますからね。じゃまず行きますかね。こちらから日曜ジャンク桑畑おはらのうちらに任せてやカルタ。さあ作業。ペンネーム試験電波送信。さあ最近な、仕事しても疲れが残らへんねんと言ってサプリの宣伝をぶっ込んでくる。ペンネームスズムシ食べた。さ、挿絵を小原、文章を桑畑が書いたママはお笑い芸人という絵本を番組初で作ったが、ラストに M1 で優勝するという涼しい終わり方をしている。絵本プロジェクトありそうだな。なんか最終的にラジオ番組から絵本ができるっていう、逆におもろないっていうことになりそうだね。ペンネームなんてこった山口。さだまさしの関白宣言の歌詞を一行ずつ痛烈に批判。俺より先に寝てはいけない、子供の夜泣きで睡眠時間足りへんねん、好きな時に寝させんかいなどだって。うわ。あー、ペンネームピンピコピン。さ、最初にマック鈴木と知り合った時に思ってん、この人のことを受け止められるキャッチャーは三輪でも日高でもない、うちやって。なんでお前オリックスの保守事情にそんなに詳しいんだよ。ペンネーム大自然守る。さ、サメ漁師と付き合っていた頃の血は喧嘩エピソードを小原が頻繁に話すが、毎回トークの終わりは、で結局彼氏に土下座せいや言うたらな、なんて言った思う、お前の方がサメよりよっぽど怖いな、やってという弱いオチで終わるので、スタッフが一瞬 CM に行くタイミングを躊躇する。スタッフもわーまたあの話になったっつって、で最終的に、どういう時に言ってんだろう。スズムシ食べた。さ、サスケに人生かけたかて、サスケはあんたの子供産んでくれへんのやで。どういう時に言ってんだろう。ペンネームウルトラの王子。さ、
さんまさんってほんまはすっごく真面目な人なんやで、みんな知らんと思うから言うとくけど、普段真面目な人やないとほんまのお笑いはできひんねや。ええやん、たまにはこんなお笑いの深い話もさせてや。クソ汗。ペンネーム田中袋さ、下がってしまった女の価値は骨盤の位置から上げていかなきゃあかんねんで、行くでレッツ美女マジックという掛け声で始まる謎の骨盤&膣トレ体操、2時45分に一緒にやってるやつなんかいるわけねえだろうと思ってツイッターを開くと、そこそこやっている。うん、そろそろ旧姓中山氏、死んだ後もクワバタのメガネは毎週ちゃんとスタジオのテーブルの上に置かれている。結構投げんだな。トークでも小原は天国のクワバタに話しかけまくる。ペンネーム僕はここ、下の毛どうしてるから始まるフリートーク。ありそうだな、なんか。ちゃんと手入れしてるみたいな話と、知り合いの、その、名前は言えへんけど、モデルが全然手入れしてへんみたいな話。すげえなぁ。クワバタモハラもしてないのに、してないのにもう嫌だ。ペンネームコロッケそば、女性器名称が放送禁止用語なことに突然ブチギレし始め、リスナーから新しい呼び名を大募集。マーガレット。メルローズ。宮さんだった。などどうしようもねえやつが続々と寄せられる。ペンネームまんじゅしゃか、処女とかけまして、千葉県の大きなイベントホールがあるところと解きます。その心はどちらも幕張でしょうが、内間か謎かけ大賞受賞。ペンネームお腹いっぱい、新コーナーこんにちは赤ちゃんでは、全国のママリスナーから送られてきたパパへの愚痴お願いをクワバタが赤ちゃん口調で読むコーナーです。やってねえのに、やってねえのにもうすげえやだって、すごいね。ペンネーム大自然守る、酢が健康にいいということで、放送中も水代わりに薄めた酢を飲んでいるクワバタに、小原が、あんたまた酢飲んでんのかいな、もうクワバタじゃなくてスワバタやなと言い、クワバタがなんでやねん、なんやねん、スワバタって雑すぎるやろ、スタジオは盛り上がっているようだ、こっちは全然面白くない。ペンネームマーチブラウン、スカルファックイズ、膣の中身は何でしょう。面白いじゃん、すごい面白いじゃん、深夜にこれやってんの。のコーナーでは毎週クワバタが何かしらの物体をぶち込んでリスナーが当てるという名物企画です。ちなみに先週の答えはプレステ4。面白い、超面白いじゃんこれ、超面白いもんこれ。ペンネーム形状記憶老人、先生、我々クワバタオハダは愛されウーマンシップにのっとり、夫の妻として、子を持つママとして、そして何よりも一人の女として正々堂々と喋り抜くことを誓います。日曜ジャンク桑原小原のうちらに任せてやというクソうぜえタイトルコール。ペンネーム僕はここ、生理っていう名前おかしない、これからはビューティフルデイズって言わへん。うちビューティフルデイズの2日目やねんつって。ペンネーム形状記憶老人、そもそも形状記憶老人さん、これでピタって投稿をやめるのだけはやめてほしいんだけど、ある意味もう内マカリスナーだよね。内マカネタすげえ得意だもんね。そもそも子育てって言葉が嫌いやねん。本当の意味で育てられてるのはうちら親の方なんやから。すげえ言いそう。
すげえ言いそうだわ。ペンネームボールペン返して外場プリンターの広告キャラクターをやり始めた桑畑が、急に番組内で、外場って綺麗な方がご先祖様も喜ぶと思うねんなぁと発言するようになり、さすがの内マカファミリーも困惑。外場言い出すっていう。ラストペンネーム鈴虫食べた。ソニーを勝手に不幸と決めつけゲストに呼んで人生相談をしたが、意外に仕事もプライベートも充実していることに桑畑が逆ギレしてソニーを急にビンタするな。ゲストのラインナップ面白いんだよな。なんかすげえそのママタレばっかり呼んでんのかと思ったら、さっき、どれだっけな、読まなかったから、セラマサノリをゲストに呼んでってのがあったんだけど、なんでセラマサノリ急に来てんだよと思ったんだけど、ということで、もうここまで来たらやった方がいいよ、日曜ジャンク、桑畑大原のうちらに任せてや。さあ来週のチャレンジはこちらです。日曜ジャンク、桑畑大原のうちらに任せてや、カルタ。さあ、もし日曜ジャンク桑畑大原のうちらに任せてやが放送されていたらどんな内容なのかというテーマのカルタです。作業かな、作業ね。例題をいただいておりますんで、ペンネームねじりんぼうはじまき。セックス&ザシティみたいに性に対してもウィットに飛んだ会話ができていると本人たちは思っているが、実際はただのブスの下系の不満。それからですね、ペンネーム僕はこんなこと言ったのかな、どっちかが、しこれお桑畑っぽいね、幸せになる近道を探すこと、それが一番の止まりやねん。いいことだけど。なんだ、いいことじゃん、別にこの話。いいことじゃんか。ということで、チャーハンカルタ、他行対、日曜ジャンク、桑畑大原のうちらに任せてやカルタ、作業の戦いです。日曜ジャンク、桑畑大原のうちらに任せてやカルタ。作業。ペンネーム、あの日知恵熱が出たんだ。昨夜のセックス描写がファンサービスになっていると勘違いして毎週ぶっこんでくる小原だが、ここ最近バリエーションがないことに対して桑畑が、また同じタイやん、もうバック鈴木やなと突っ込む。嫌な番組だな、嫌な番組だな、本当にバック鈴木じゃねえよお前。ペンネームボールペン返して、さっきスタジオに来るとき引き逃げしてもうたんやけど、戻った方がええかな、引き逃げしたことあるよーっていうリスナーの人おったらメールちょうだいな。すぐ戻れ、ね、ペンネーム金玉院巨大孤児。サイン入り内マカステッカーがメルカリで売られていたことに桑畑が泣きながら激怒するも、送料込み2円でも売れてはいないな。ペンネーム鈴虫食べた。サラダバーでレタスに虫がついてるのを見つけたんやけど、うちの子がな、虫さんも食べたくなるくらい美味しい野菜なんだねとかものすごい可愛いこと言うもんやから、キュンとしてもうたわ。その後店長を土下座させてやったんやけどな。今日のフリートーク。ペンネーム大自然守る。サガネを見たのコーナーで。
サガネを見たのコーナーで毎回悪乗りして失礼なことを言っているのがバレ、後日ゲスト出演した抜群西尾に漫才でおなじみのじわーっと相手を追い込む説教を食らい結局泣くだって今俺喋ってるやんっていうちょ黙って今俺喋ってるやん、いいっていう ペンネームのこささ、サプリ自転車というサドルに座るだけで肛門から定期的にサプリが注入される自転車をラジオショッピングで販売もう何でもよくなっちゃうじゃん、こういう商品を売っているがありになっちゃうともう何でもありになっちゃうじゃん。ペンネーム寺尾まさき、重大発表を 2,3 週にわたって煽りに煽ってどうせ番組終了だろう感が漂ったが、小原の自宅のシステムキッチンのリフォームをします宣言でした ペンネーム41歳主婦、新企画内マカオリジナルマザーズバッグを考えようで、桑畑がマザーズって言うとママしか持たれへん感じするからパパでも持てるように新しい名前決めようやと言い、リスナーに募ったところ、ズタ袋に決定ペンネームピストルチョコ、深夜番組らしく受験生のお悩みを聞くコーナーがあるが9割の答えがしこって二度寝しろなんて好きだな俺このコーナー、どんな深刻な悩みでも聞いたらせやな、しこって二度寝したらええやんってしかもそれがほぼ真理だから、何に迷おうが命の重さってその人によって違うものですかみたいな話に対しても、せやな、しこって二度寝したらええんちゃうん、これほぼ解決ですからね。ペンネームイエロー軍曹、知る男優やからって彼氏と別れるのはおかしいやん、彼の人生なんだから応援してあげるのが女やでっていいこと言うね。ペンネーム西かなで、知る男優の話題からエキサイト、知る知るって簡単に言うけど一滴一滴が大事な赤ちゃんの元なんやで、ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、指名手配中の犯人がブースに乱入して小原を人質に立てこもったため、桑畑があんたにもお母ちゃんがおるんやろ、せや今だけうちが母ちゃんになったるわ、ほら好きなだけ甘えてええでと言って説得した結果、小原が刺されるペンネームピストルチョコ、柴田理恵と桑畑理恵の理恵をかけた戦いの幕が上がる、負ければ泥眼鏡に改名だペンネームボールペン返してスカルファックしても赤ちゃんには戻れへんねんで何この名言、名言みたいなトーンで言うからね、決め台詞みたいな、スカルファックしてもスカルファックなんかしたところでな赤ちゃんには戻れへんねんでペンネームイエロー軍曹、セックス川柳を募集し、内マカ賞の作品、セックスをしても男は浮気するすごいな内マカ賞で今週一番良かったやつペンネーム田中袋、セックスのメールに書いたら愛の営みに、アナルネタはおこうもと自動的に言い換えられて読まれるのだが、なぜかチンポはチンポなんでわかんないけど小原の中の交差を通ってんのかな。ペンネームボールペン返して、
洗濯機を買い替えたクワバタが壊れた方の洗濯機をスペシャルウィークのリスナープレゼントにしようとしたが、さすがにそれは申し訳ないとスポンコマチを2袋つけることにした ペンネーム星空に飛ぶスペルマ、そんなことでめげたらあかんで。タコが一番高く上がるのは風に向かっている時である、風に流されている時ではないってチャーチルも言ってるんやで。ちょっとグッとくるじゃねえか、急にチャーチルから勉強してんなぁ。ラスト名言です、名言です。残さサ、クワバタさん思い浮かべてください。そう、ソチンカテ、愛があったら巨婚やで。すげえ元気出る。ねえ、もうどんどん内まか聞きたくなってんな。作業の募集になります。じゃあ来週のチャレンジャーを発表します。こちら、日曜ジャンク、クワバタオガラのうちらに任せてやっかるた。サンマの工場委員会です。お笑い工場委員会のゲストに出てですね、とても高いところから、結婚できない女芸人に対してアドバイスを送ってらっしゃいましたよ。ということで、もし日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやが放送されていたらどんな内容なのかというテーマの。っていうか俺たちもはやちょっと桑畑小原好きだよね。もうこの、てかこの番組が好きだよね。この、うちらに任せてや、うちまかが。ね。作業です。作業。例題ですが、ペンネームトマト男爵、サーモンピンク大作戦とは、アメリカで開発された乳首がピンクになるクリームを手に入れたクワバタが自分で試して経過を報告するだけの誰も得しないコーナー。ペンネームボールペン返して、日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやかれた、左官職人のドキュメンタリーを見て感動したクワバタが、番組のゲストに左官職人を呼んで話を聞いていくうちに、セサミンの宣伝に変わっていくという。やっぱりな、これそうなんじゃねえかっていう気はするんですけどね。なんか、その、ずっと現役でいられるのはこれのおかげだって話に最終的に、途中ピンチあんだよね。一度ピンチがあるんだけどね、そういう話になってくるんでしょうね。さあ、それからですね、ペンネーム大自然守る、ジャンク唯一の女性パーソナリティとして絶大な人気を誇ると、しょっぱなから適当なことを書いている記事がお笑いナタリーに掲載される。ということで、次回の対戦カード。伊集院光る嘘伝説カルタは、ハ行ですね。日曜ジャンク、クワバタオハラの、うちらに任せてやカルタ、作業ですね。それ以外もいっぱい、その予選ブロックは同時にカルタを募集してますんで、そこ投稿していただいてね、まだそのカードに上がってないうちから投稿していただいて、例題に選ばれると、サイン入りで、バカジカラカードを差し上げております。もし日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやが放送されてたら、どんな内容なのかというテーマ。日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやカルタ。なんかこれやってから、クワバタオハラに目いっちゃうよね。すごいいっちゃうよね。出てると思うとすげえポシュレ見ちゃったりするもんね。ペンネーム勝十郎、騒いで静かにしない子供の公共空間でのマナーについて、クワバタが、みんなかて昔は子供だったんとちゃうの、子供は社会で育てなあかんねんと持論を展開。そして決め台詞のように、子供は未来からの留学生なんやでと言った時の感じが、まあうざい、まあうざい、ねえ。ミスターバックドロップ、
さんまのお笑い向上委員会で結婚について偉そうに語ったことに気を良くした桑畑が、桑畑の恋愛向上委員会というコーナーを立ち上げ、女子に丁寧に恋愛を指導するが、早く童貞を捨てたいんですけどという男子の悩みに、そんな猿みたいにセックスのことばっか考えんと女子の気持ちを少しは理解しようとせと激しく当たる。ペンネーム大自然守る。さ、3月3日はなんで祝日ちゃうねん、子供の日だけ祝日って女性差別やろと桑畑が言い始めてから話がどんどん転がっていき、最終的に日本の男は外国人を見習ってもっと善意に時間をかけるべきやという結論に。どこを経由したらそうなんだ。ペンネームロボピッチャー。さ、桜エビを食べると乳首がピンクになるというリスナーのガセネタを本気で信じ、桜エビを使った美味しいレシピを教えてというコーナーが立ち上がる。ラジオネーム伊集院さん、ラジオネームつけてくださいね。じゃあ桑畑理恵をあげますよ。お友達に僕伊集院さんから桑畑理恵をもらいましたよなんつってね。さ、最初の一曲目が洋楽だった場合、小原からマック鈴木への夜のおねだりのサインである。ペンネームボールペン返して。し、知る男優の一人一人にもお母さんがおんねんでだって。ペンでもお腹いっぱい。し、新コーナーワンパク宣言では、カンパク宣言を BGM に、全国の内まかママリスナーから募った子供のワンパク情報を読んでいく。ワンパク宣言っつってね。なんかその出来上がったワンパク宣言をカラオケ、カンパク宣言のそのカラオケに乗せて歌うんだろうね。うん、感情的に叱っちゃいけないみたいな。ゾク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 つってね。で一応配信、有料配信されるんだろうね。ゾク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 。ペンネーム形状記憶老人。し、自分の子供を叱るのって辛いし苦しいやん。でもええねん。だって叱るって感じは口辺に関数字の7やろ。つまりママの口から7色の虹が出てるってことや。だから悪いことやないねん。言ってねえんだけどね。これみんなすごいきちんと冷静になってほしいのは、桑畑言ってないかんね、このことね。ペンネームボールペン返して。す、好きなだけビール飲んでピザ食べて DVD で映画見て夜更かししてた独身時代に戻りたいって思うこともあんねんけど、子供にママすっぽん小町飲み始めてから綺麗になったねって言われたら全部忘れてまうねん。なんか入ってたぞおい、なんか入ってたぞ。うちらがあんなこと喋った直後の CM がすっぽん小町やったで。偶然やん、奇跡やん。ペンネームボールペン返して。す、水道水を入れたペットボトルに内まかステッカーを貼っただけの美人水をラジフェスで販売し、景品表示法違反で警察のガサが入る。ペンネーム桃口山江。す、すっぴんの時の小原は誰に似ているという話題で、小原自身は必死に荒井エリナと言い張るが、最終的にスカイダイビング中の安藤和ということに。ペンネーム似合う500杯。す、スタッフブログを縦読みすると、この世にあるすべてのバリ雑言の言葉で、桑畑への恨みつらみになっていることが発見されて、ネットざわめくる。ペンネーム、釧路ダンディ。せ、
セックスのオリジナル対応を考えようのコーナーで、そんなの、マックス好きの背筋力がねえとできねえよ。メジャーリーガーですか。元メジャーリーガーよ。ペンネーム公園のロケット。セックス好き。セックス好き。マックス好きの間を正に変えると、セックス好きになるやんとはしゃぐクワバタの顔面に、小原がマックス抜きのサインボールをめり込ませ、メガネを粉々にする。超面白いじゃん。バリーンっていう。バリーンうぐっていう。2時36分。世界の山ちゃん食べたてで、クリトリス触んなや触んなやって、ちゃんと言わなあかんで、とお悩みメールに答えるクワバタ。なんだよ、これ。ペンネームピストルチョコ。世界の山ちゃん食べたてで、クリトリス触んなやって、ちゃんと言わなあかんで、と、お悩みメールに答えるクワバタ。どんなお悩みメールなんだよ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。世界に一つだけの花が断るごとに流れる。ああ流れそうだな。ラストペンネームウルトラスーパームーブメント。そんなん関西やったらありへんわで終わるトークが3週間に4回ぐらいのペースである。ありそうだね。ただ一個だけ覚えててくれる？こんな番組はないし彼女たちは言っていないっていう。言ってないのか。世界の山ちゃん食べたてでクリトリス触んなやってちゃんと言わなあかんでって言ってないんか。聞こうと思ったのにこれ言うんなら。ということで、じゃあいきますかね。まずはこちらから。日曜ジャンク、桑畑小原のうちらに任せてやかるた。ペンネームスズムシ食べた他行。タレントママ主婦の三刀流なのにうちは新人賞もろてへんで。アメリカは大谷に甘いわ。特言。ペンネームハトコは授乳中。大変長い間入院生活を送ってまいりましたが、毎週病院のベッドで聞く内マカに元気と笑顔をもらっていました。退院が叶ったのは内マカとこの青汁のおかげですという手紙で号泣した桑畑が泣きながら、今なら初回注文の方に限りこちらの携帯用青汁ポットをお付けしてんねんでと言います。ペンネームボールペン返して。日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやかるた。だいたいムロツヨシなんて自分はロクスっぽくんにもせえへんくせにフェラだけはせえ言うてくるタイプに決まっとんねん。この番組面白いじゃん。ロックスっぽだって。あのさ、ごめんね。くんにって。多分ね、口語じゃない。何か文章、ギリ文章であるかもしんないけど、口語じゃないです。51歳の言う言葉じゃない。ましてや、Eテレにレギュラー持ってる人が、いくら午前2時26分とはいえね、ペンネームと先生はおっしゃっているさ。炭酸電池の消費が急に増えたら奥さんが欲求不満をピンクローターで解消してるかもって、なんで男は考えへんねん。面白いなこの番組。ピンクローターも多分口語じゃねえな。
ペンネーム大自然守る。た、ダメスタッフが今日も気が利かないと、いつもの文句を垂れていたら、いつもはもの静かな AD が突如、黙れクソブスと叫んでブチギレ、クワバタの髪を掴み、顔面を机にガン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 。もう耐えかねたんだろうな。このラジオ超面白い。ペンネーム爽やか大魔人。たダバンプの USA のカーモンベイビーアメリカの部分をクワバタがカーモンベイビー赤ちゃんと変えて歌う、なんか替え歌のコーナー。あー、つまんねえなこの番組。すげえつまんねえな。ペンネームそろそろ旧姓中山。た旦那と赤ちゃんの顔の部分に穴が開いていて、そこに自分の顔をはめればクワバタとスリーショットの家族写真を撮れる顔はめ看板が赤坂サカスに設置される。つまんねえなこの番組。うーん、ペンネームロボピッチャー。た炊き込みご飯みたいなもんやで恋愛中やつは、とよくわからないアドバイスを。言わねえんだ、なんでかを。炊き込みご飯みたいなもんやで恋愛なんてもんは。ペンネームピストルチョコ。チチキンナゲット、バーベキューかマスタードか大論争で、バーベキューを、バーベキューなんぞを選ぶ男はしつこく正常位で求めてくるやつやと。持論を掲げるクワバタ。クワバタどうしたお前。ペンネームと先生はおっしゃってるさ。乳首は MD コンポのリモコンボタンちゃうねん。適当に触っても喘ぎ声が毎回再生されるわけやないねん。なんなん、何に怒ってんだよ。クワバタ何に怒ってんだよお前。今度会ったら聞いてみよう。お前なんで内股でそんな怒ってんのって。ペンネームスズムシ食べた。ち、チンコ謎かけの紺のプルマがゲストに来た時、クワバタのうちとチンコをかけてみてというリクエストに、はい、クワバタさんとかけてチンコと解く、その心はどちらもブスで立ちが悪い、立ちが悪いと答えた後、クワバタが不機嫌になる。解いたのにな、ちゃんと解いたのに。ペンネームマイペース。つがいのハムスターマックとマサコを番組のマスコットとして飼ったことが後にビッグハットビルを全焼させることになろうとは、この時のクワオハは知る由もなかったのだ。ペンネーム人六さんの宴。つ、使いっ走りの AD にライザップのチーズケーキとジャスミン茶を買ってくるように言ったものの、AD が月餅とウィルキンソンレモン味と実はブブカを買ってきたため、 AD も AD だなお前。っていうかさ、これさ、さっきガンガンやったさ前夜だよな、もうわざとだもんこれ。ライズアップのチーズケーキとジャスミンティー買ってこいしたら、月餅とウィルキンソンレモン味と実はブブカ買ってきてんだから、買ってこられたため、リスナーからのメールも今日は完全な塩対応だって持ち込むんじゃねえ。ペンネームスロースワロー。て、 TBS ラジオ日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてや、 DJ のクワバタオハラです。まあ DJ 言うてもダグジェニングスの方ちゃいますけどね、というマック鈴木直伝のオリックスジョーク。CD がクリス・ドネルスね。DJ がダグ、ジェニングス。ね。あと、トーベとか、いた時代の。
ペンネームロボピッチャーて、定期的に AV 男優をゲストに招き、クワオハのセックス向上委員会を開催してる。この番組つまんなーい。ペンネームねじりぼん、ねじりんぼう、ねじりんぼうはじまき、と、トミカをケツに入れろのコーナーで。トミカをケツに入れろのコーナーで先週は見事3台のトミカをクワバタのケツにピットインすることができたが、今週は一気に5台にチャレンジするらしい。面白いこの番組。何トミカをケツに入れろのコーナー、発展がもう全然見えねえけど。ラストボールペン返してと、都内の河川敷に違法菜園を作って逮捕された主婦が内股 T シャツを着ていたという話題。かなり本格的だな。かなり本格的な。最初警察来た時に自然に生えたんちゃうんって言ってたんだよね。雑草ちゃうんって言ってたのに、いざそれだったらその、うん、撤去しますって時に、離せっていう騒ぎになってても、うちまか。うちらに任せてやって書いてある感じの。いやー、早急にうちまか T シャツは作んなきゃな。次のラジフェスで出そうよ。ね、俺ら参加したことねえじゃねえかよっていう。この番組も朝の番組も参加してねえのに、急にうちまか T シャツだけ作って出そう。ね。さあ、かなり強力ですね。日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやかるた。日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやかるた。ダメなダメダメダメな男だらけよ。な行ですね。刑事お記憶老人。な。なんで女芸人やからってブスでおらなあかんねん。うちらみたいに綺麗でおもろいやつおってもええやない。ですね。そうやね。ペンネームスズムシ食べた。な、納豆は栄養的には食べたいんやけど、あのネバネバと匂いが苦手やねん。サプリで取れたら最高なんやけど。と話した翌週、先週話してた例のサプリな、実在しとるらしいね。というくだりがほぼ毎週繰り返されるため、リスナーからブステマブステマと呼ばれている。ブーつけてんじゃねえ。ペンネームそろそろ旧姓中山。なんで男は、なんで男は女、なんで男はみんな女にうんこを食わせたがるんや。というとんでもなく誤った認識を二人揃って口にする。あれなんでやろうなっつって、せやねんっつって。なんで男ってやつはみんな女にうんこ食わせたがるんやろうな。せやねー。あった悪いわ、ペンネーム釧路ダンディ。な、なぜか番組で紹介した食べ物がピタッと売れなくなる逆ミノモンタ現象が起こるため、食品業界はビクビクしながら聞いている。ペンネもお腹いっぱいな。並んでる列に割り込んできたババアにイラッとして注意しようとしたら、内股 T シャツを着ていたので、あー面倒くさそうだなと思ってやめておく。もうさ、内股 T シャツもう存在してるよね、みんなの中にね。内股 T シャツ着てんだよみんなが。ペンネーム普通のカレーエビ。な、ナムコナンジャタウンでの公開録音の際、迷子になった子供を偶然発見し、スタッフを巻き込みながらも親探し、ようやく見つかったその子の母親に対し、どんな理由があったかて、子供から目離したら絶対あかん、ほんまにいなくなったらどないすんのと桑畑が泣きながら一喝。
その場にいる一同とリスナー全員が感動した放送回となったが、後日文春法により完全なやらせであったことが発覚し大炎上する騒ぎになる。ペンネームリフティングパパにニンニク黒酢カプセルをメールが読まれたリスナー全員にプレゼントするが、翌月からは毎月有料で勝手に送られてくるようになる。巧妙に番組のこうメールのその、コーナーのメールフォームのところに、個人情報がいろんな形で利用されるって書いてあるんだよね。他のジャンクとは違うのっていう感じの。ペンネーム。ハトコは授乳中。日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやかるた。2、人参詰め放題って結構気合いるけどめっちゃ楽しいねん。と、ひとしきり盛り上がるが、途中で二人の間にすれ違いが発生していたことが発覚。クワバタリエは、激安スーパーでのお野菜詰め放題の話をしていたが、小原雅子は膣トレについて語っていたようだ。よっ、女アンジャッシュねえ、人参詰め放題って結構気合いいるけどめっちゃ楽しいねんっていう話をずっとしてたんだけど、だんだんすれ違ってくるんですよね、ジミースニーカーに、ニンニクをアナルに入れたら黒ニンニクになるか、そんなわけないやろ、それと一緒やん、何の流れでな、どんなメールを読んでからのニンニクをアナルに入れたら黒ニンニクになるか、わけないやろ、それと一緒やんいや聞いてないから、この回スイッチに入れたらこれだったかな、前何のメール読んでたかわからないかな。ねえ。ペンネーム人六さんの宴、ぬ。沼から引き上げられた車の中から見つかった他殺体の身元がわからないため、遺体の特徴と着ていた内股 T シャツの写真が載ったポスターが全国に貼られる。でも、内ぼかでメール読まれた人の誰かだけどね、もうどうやってもね。面白いな。みんなヘビーリスナーだな、内ぼかの。もうやった方がいいよ。もはや、内ぼか。ね。ペンネーム大自然も守る。ね。粘土で、バカでっかいポコチン作ってお祈りとかするやん。彼氏ができますようにって。まあ、女子高生あるあるみたいなもんやな、徳はまた。ペンネーム公園のロケットね、ネズミ先輩をゲストに迎え、最近ポッポしたことされたことというテーマのメールを募集する。これは好きだけどね、今ネズミ先輩ゲストっていうの絶対いいけどね。ペンネームと先生はおっしゃってるね、ネギをケツの穴に刺してみ、そんで治ったら風邪や、治らなかったら来いや。ゲイはどうにかクワバタダマクラ貸してこれ読んでほしいな。クワバタに読ませたいわ。ネギをケツの穴に刺してみや、そんで治ったら風邪や、治らなかったら来いや。この番組すげえ面白いじゃん。普通の恋愛相談に対してだよ、これは恋でしょうかっていう悩みに対してネギをケツの穴に刺してみや、そんで治ったら風邪や、治らなかったら恋や。ペンネームリフティングパパの乃木坂46のメンバーに内股 T シャツを着てもらい流行らせようと思ったが、当然無視され、同じ事務所のこじるりにも無視され、結果江戸紫に渡してツイッターに写真を上げさせたの。江戸紫もいやいや一回上げただけで、あとは部屋着にしてるけどね。もしくはあの実家のラーメン屋さんの豚骨スープの仕込みの時に着るやつにしてますけどね。
ラスト金玉院巨大孤児の乗りツッコミもろくにできへん男に限って夜になると女のお股に乗りツッコミしたがんねんだって。もうなんか T シャツ以外のグッズとかもいっぱい出てきそうですよね。ただ今回分かったことは、読まれた人のところに健康食品みたいなの来るようになりますから、しかも有料で有料で来るようになったりしますから、それだけ気をつけてほしいですね。ニンニク黒酢カプセルです。ニンニク黒酢カプセルが最初読まれたからかなと思って、俺今週はメール出してないんだけどって思うんだけど来てますから。で、振り込み用紙がそこについてますんでね。じゃ、行きましょうか。まずはこちら。日曜ジャンク、桑畑小原のうちらに任せてやっかるた。ペンネームマーチブラウン。は、番組ホームページに行くと同時に、うちまか美人ハンサプリお買い上げありがとうございましたのメッセージが出て、支払い期限までのタイマーが作動するという詐欺まがいのやり方。もういつもホームページ見てなーって言われるから、ホームページクリックするともうすでにお買い上げありがとうございましたって出ちゃいます。ペンネームピストルチョコ。作業まで来るとさ、こう結構こういろんなパターンができてくるじゃんか。ハマーみたいなでかい車乗ってるやつはチンチンが小さいに決まっとるやろと決めつけるクワバタ。だんだんその役割の分担もできてきてとてもいいですよね、ペンネーム口癖はソイソース。育む、育児の育、体育の育。育むっちゅう言葉の中にはハグが隠れてんねん。たくさんハグして愛を育んでいくんやで。いや、ごめんいいことじゃん。なんで別にいいことだよね。いい番組だよね。これが桑畑のオリジナルの言葉かどうかは別としてんだけど、いいことだよね。あともっと言うと言ってねえし。もう桑畑が言ったっていうことで俺の頭の中に響いちゃってるけど、ハグクムっちゅう言葉の中にはハグが隠れてんねん。たくさんハグして愛を育んでいくんやで。いいことだよね。すごいいいことだよね。なんかね、逆に言うとこれ桑畑にあげたいよね。なんかわかんないんだけどさ、この俺好きなのはね、いいこと方面でちょっと好きなんですよ。いいこと方面のやつ。だ、もし番組始まった時には、この口癖はソイソースさんは構成で加わった方がいいと思う。ね。ペンネーム大自然守る。は、原監督のグータッチはフィストファックの最中に思いついたらしいですよ。知ってましたかというリスナーのメールを鵜呑みにして、原監督をド変態呼ばわりする。あかんやん、あかんやんつって。そんなん人前でやったらあかんやんつって。もう信じちゃってるから。それでほら、ホリプロの後輩の腰巾着女芸人とかにこれ言うからね。知っとるっていう。グータッチってな、つって。ペンネーム骨川は、番組のエンディングで必ず、さて明日のジャンクはこの人は男性の育休についてどう思っとるんやろうね、伊集院光る深夜のバカ力から、それではまた来週などとやり、翌日の深夜のバカ力からに食い込もうとする桑畑、それを一切スルーする伊集院。ペンネームボールペン返して、日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやかる。ペンネームボールペン返して、ハッピーターンを用意し忘れた番組 AD をオープニングトークでこき下ろした放送の音源がパワハラ裁判の証拠として後に法廷に提出される。ペンネーム刺身フレーバー、ハ恥ずかしがったらあかんで、母親の乳首の黒さはな、子育て頑張った勲章なんやで。
という話が盛り上がり、翌週から乳首濃度早見表付き内まかステッカーが グラデーションでピンクから黒までなってて、黒のところに大変よく頑張りましたって書いてあるねえ、まだまだ頑張れるがピンクのところに書いてあるって、自分で当ててどこにあるか、乳首濃度早見表付き内まかステッカーがノベルティグッズに追加される。ペンネームミカモノ好き、韓流スターの登場やでのお知らせでやってきたのは、マック鈴木からのオリックスつながりで呼ばれたクデソンとパクチャンホ2002年チームメイトの金田との熾烈な最優秀防御率争いの内幕を明かしたクデソンや、日米間それぞれの野球文化の違いを紹介するパクチャンホのトークは野球ファン垂涎の内容でしたでも聞き役桑畑小原なんだよね基本的にはね。なんかさ、すげえ恥ずかしいのはさ、野球よく知らない人からしてみたらさ、何のこっちゃって話じゃんこの話だけどさ、野球好きな方から言うと、俺このパクチャンホが一瞬オリックスにいたの忘れてて、ウィキペディア見てオリックスいたわパクチャンホみたいな、そんなことここから学んでんじゃねえつペンネームリフティングパパ、肘には特に年齢が出るから、リスナーのみんなにはちゃんとケアしてほしいね。この内まか豆乳クリーム、今なら3万円のところ送料込みで3000円やで。今日メールくれたリスナー全員に一旦送ります。いらない人はいらないメールをくださいそれ以外は全員もおられちゃう、ジャンボメロンパン、美人がな、芸人として笑いを取るのがいかに大変かを熱弁、その点あんたらは楽してるんやからもっと上に行かなあかんでとゲストのオカリナに大説教いろいろおかしい、いろいろ。ペンネームピストルチョコ、美顔用スチーマーを本番中もフル回転で使用しているため、ブース内の様子が外からは目視できないすっびっちりこの俺らとミキサー宅の間のガラスに水滴がもうびっちりついちゃってるから目視できないから、全くずっとトークの途中も小さくシューッと出てるから ペンネームマテイ・ルパン、富士の樹海で見つかった遺体が身につけていた内まかふんどしのシリアルナンバーのおかげで身元が特定できたの、ペンネームリフティングパパ、ブサイク言うていじってくるやつは大抵下心があんねんペンネームピストルチョコ、不機嫌な時も内まか聞いてますよと言えばニコッと笑ってくれるクワバタいいやつじゃん、基本的にすげえいいやつ、なんでたまにあげられるんだよね、なんかねたまにね。ペンネームサンチョ、ベイシティローラーズのサタデーナイトがかかるとクワオハの2人は股間に当てている電話の強度を弱から強に切り替えるのこれ何、リスナーだけが知ってるやつだろ、すごいよね。なんだっけ、去られない、去られないみたいな流れてくると、ああ、今日にしたってみんな思うな、みんな。ペンネーム、オナニカズキ、ほんまあかんで、あんた、天下がご飯作ってくれるん、天下が洗濯してくれるん、なんでここに着いたんだ謎の説教。ペンネームボールペン返して、これをさ、ちょっと TBS の偉い人にメールして、今からこういう下世話なメールを読もうとしてるんですけど許可をお願いできますかっていう、大丈夫ですか、
大丈夫ですか？もう、いや、オッケーってことで、オッケーってことで、ほ、ほんまやで、あのトランプさんかて奥さんにはめっちゃ訓にするらしいね。これからなんかちょっとやろうとすることにさ、ずっと偉い人にメールするってどう？必ず、必ず、それもお返事ない場合は OK と見なしますっていう。それこそさっきのあの、一旦送りつけていらないっていうメールがない人は全員交わされる方式で、必ず偉い人のところに今からこれやりますつって、君に言って言いますっていうメール出して、それで少しカウントしてない場合、いや、もう偉い人が、君には一応 OK ってことだったんで、みたいな。ペンネーム隣の子のワテング、お、ほうじ茶を家で飲んでいる男はコンドームをしたがらないなと。もうさ、クワバタの偏見がわけわかんねえとは言ってるから。あれやで、ほうじ茶家で飲んでる男はコンドームせえへんよ、せえへん。もうさ、らしき根拠の形跡もゼロっていう。こんなとこですかね。最後がほうじ茶家で飲んでる男はコンドームをしたがらないという謎の偏見を披露するクワバタ。なんかこう、クワバタの偏見キャラと、まあ、今んとこ小原のマックス好きキャラっていう。いやー、ちょっといいなー。ハマーみたいにでかい車乗ってるやつはチンチン小さいに決まっとる野郎もありましたからね。いくつの何件の例をもってそれに決定してるのかすごい知りたいですけどね。もう番組やった方がいいです。もうその僕のこの番組がその終わった時にはもう後継は桑畑小原に、桑畑小原のうちらに任せてをやってくださいって直訴してトンズラですよね。もうそうすることによってですね、伊集院さん良かったと言われると思いますからね。ほんで行きますか。まずはこちらから、日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやっかるた。深夜のバカ力ってさ、新バカとか言わないよね。全然言わないよね。だからうちらに任せてやは、いち早くもう略称も決まってるんだもんね。うちまかっていう、それすごいよね。ペンネーム、ハトコは授乳中、マライア・キャリーの曲なんて流したらあかん。マラやで、マラ、セクハラやん。俺の中ではこっちがオハラのキャラです。俺の中ではオハラのキャラがこっちですね。ペンネーム、マーチブラウン、マカサプリを、マカのね、マカのサプリを男にしか聞かんのやろと本番中に飲んだ桑畑が30分ほど後に熱い。熱いと獣のようなおたけびを上げ、ブースのガラスをぶち破って全裸で外に飛び出してしまう。最初はそこからつながるマカサプリの宣伝なんだろうと思ったのに、尋常じゃないホテル方を始めるっていう。ペンネーム、タチヒロシ、マリオカートでクッパを選ぶ男は前技が雑やねん。出ました、気をつけ。漢字が出てていいね。マリオカートでクッパを選ぶ男は前技が雑やねんは、なんかそんな感じがしていいよね。と、クワバタ。ペンネーム、クジャロク、マカロニサラダばかり食べる男は、AV 女優のインタビューを飛ばして、本番だけ見るいい加減なやつやねん。決めつけがすげえな、もう。ペンネーム、ハトコは授乳中、マーライオン、あかんやん。マーラ。
マラって言うてもうてるやん。マラって男性器やん。セクハラやん。立ってきたね。すごい立ってきましたよね、お腹も。ペンネーム、ケソミション。ママあるあるカルタを読みながら、感極まる、クワバタ。弱音吐ける場所、ここしかないやんな。この地球が誕生したとき、完璧な母親っておったん？なんかちっちゃい微生物しかおらんかったやろ？みんなの悩みってのはな、地球始まって以来の悩みなんやで。もっと自分の悩みに自信持って、カルタ、送ってな。最初から完璧なママはいないと考えてもごらんと、こっから意訳するんですよ。地球が誕生した時に、ママに当たる動物って、まあ、生物っていうのはもう単純な単細胞生、アメーバみたいなやつだと。全然完璧じゃないと。そう考えたらもうママっていうものの最初から完璧、何を言ってんの？ペンネーム、くしろダンディ、ま、マガミチオなりきり選手権のコーナーで食べただけでクワバタのメガネがびっちり割れるラーメンを発見する。ペンネームそろそろ旧姓中山、毎回毎回投稿フォームからネタを送るときに新しいサプリに関するメルマガ配信を希望するのチェックを外さないといけないので面倒くせえ。もうディフォルトではチェック入ってますからね。ボールペン返して、ま、真冬の夜中に3回もチェンジ言われた人妻デリヘル嬢がハイエースの中でうちらのラジオを聞いてくれてる思ったらほんま頑張らなあかんで。随分千枚とも言ったね。真冬の夜中に3回もチェンジ言われた人妻デリヘル嬢がハイエースの中でうちらのラジオ聞いてくれてる思ったらほんま頑張らなあかんで。ペンネーム爽やか大魔人、ま、真夜中のサンデーモーニングのコーナーではママさんリスナーから送られてきた夫にまつわるメールをクワバタ扮する桑本勲が3段階評価で判定するが大体勝つもしくはクソ下があんじゃねえか。勝つの下あんだ。勝つでもまあいい方なんだ。ペンネームピストルチョコ、みちょぱみたいな爪した女は手こきが雑だ。女の方にも行くんだ。偏見すごいよ。ピストルチョコ、みかんは揉んだら甘くなるとか言うやつは父ピンタで死にたいとか卒業アルバムに書いてるに決まっとるだろ。あのさ、偏見が狭すぎるっていう。みかんは揉んだら甘くなる言うとるやつはだからね。ペンネームピストルチョコ、ミクロマンになれたらクワバタのアナルに入りたいというリスナーからのメールに便秘の時よろしくなと親指を立てるクワバタ。いいね。ペンネーム三丁、密漁でウニを取っていたおじいさんにテレビ局が突然インタビュー。モザイクがかかっていたが、内マカで100回メールを読まれた人しかもらえない内マカバケツを持っていたので身元がバレた。ペンネーム氷ジャックマン、ムロツヨシみたいな AV のセックスを真に受けてそうな俳優がなって。もう個人に対しての偏見だからね。ドラマで戸田恵梨香の相手役なんて TBS 落ちたもんやな。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女、このカルタなんだっけ。クワバタオハラのうちらに任せてやるカルタだよね。村を一つ壊滅させた巨大グマが
なぜか突然スタジオに乱入。誰もが絶望する中、クワバタが、あんたも母親から生まれた大切な命や。うちはあんたの母やないけど、母の愛を感じてほしいと言い、突然抱きしめたが、リュックで頭を吹っ飛ばされ。クマなんて滅んでしまえと生首だけでぶち切れた回が、ちょうどクリスマスイブでしたが。ペンネーム、と先生はおっしゃっている無坂直政がゲストに来たとき、AD の渡した資料に、シルダンユ出身との誤った記述があり、シルダンユ時代は何か大変なことありましたんと質問してしまったが、ムサカ直政が悪乗りして、射精のタイミングや普段の食生活などの苦労話をし続けた。ムサカさんはやってんから、ちゃんと番組 TBS で架空の番組出すんじゃねえ。これいいね。ペンネームネギモト。無理やり流行に乗っかろうとして、カーモンベイビークワバターの後にクワバタの魅力を言うというコーナーを作るも、悪口しか送られてこないだって。ペンネームクワバタリエオ。目から鱗やで。まさかディルドが時短料理に役立つなんてな。何をやってたの。何をやってたの。ペンネームボールペン返して、メガネかけへんと堀北真希みたいになってまうやん私。怖い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 。対戦守る目、メガネを顔面にハンダ付けしようのコーナーが。メガネを顔面にハンダ付けしようのコーナー、あまりにもクワバタが暴れるので中止だ。暴れるよそりゃ。ペンネーム花トレイン。も桃を玉金に見立ててもみもみ特訓するとき、桃の産毛が肌をチクチク刺すやろ。そういう時にこの内マカクリームを使ってほしいね。ペンネームボールペン返して、モグラ色の女性器を舐めている最中に一旦アクエリアスを飲んだら彼女に振られたというリスナーからの相談に対して、クワバタがドリカムの吉田美和さんは歌の最中に水分補給したりせえへんよ。はぁ、あ、と魂のアドバイスを送る。モグラ色の女性器を舐めている最中に一旦アクエリアスを飲んだら彼女に振られたという、ドリカムの吉田美和さんは歌の途中に水分補給したりせえへんよ。わかっとんの、わかっとんの。はぁ、あ、ペラベッピンも、元カノに振られた原因が彼女のゲルマニウムローラーでボボチンをローリングしてたのを見つかったからやなんて、ほんま男はアホばっかりや。今後内マカリスナーはゲルローオナニーは禁止やで。電動ポケティッシュ。もう何遍も言わすなや。料理の基本はサシスセソ、クンニの基本はクリトリスだってバカじゃねえ。あーもう本当に、ラストペンネームねじりんぼうはじまき。もモロッコヨーグルの空き容器に乳首挟まってもうて取れへんのやけど、なんかええ方法ないかメールして、あ、うち納豆苦手やから納豆以外の方法で教えてえな。とんでもないタイミングで納豆嫌いをカミングアウトする。これクワバタかな。クワバタの感じするね。
という、もう人気番組だよね。人気番組。もうね、ほぼ月曜ジャンクはもう、桑畑小原のうちらに任せてやるですもん。三分の一ぐらいもそうですね。おや、来週のチャレンジャー行きます。来週のチャレンジャーはこちら。日曜ジャンク、桑畑小原のうちらに任せてやかれた。もうもはや最近桑畑小原テレビで見るとあいつらラジオ頑張ってんなっていう感じにあいつらラジオ盛り上がってんのかなみたいな感じになってますからね、僕の中じゃ、ね、もし日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやが放送されていたらどんな内容なのかというテーマのカルタです。今年初か、そうか、12月17日に敗れて以来6週ぶりです。じゃあ例題いっときますか。魔行ですね、魔行。だからこうやって予選ブロックに落ちてる時に投稿してもらったやつが例題になりますと。で、例題で読まれたものに関しては、サイン入りでバカ力からカードをあげますというシステムになっています。ペンネーム釧路ダンディ、魔行もものすごい面白いことを言いますよっていう感じで、小原が水素水半端ないって、桑畑がそうだねしかもステマ入ってっかね、ちゃんとちゃんと水素水のステマも組み込んでますからね。ペンネーム田中福郎、ママお仕事頑張ってね、皆さんママをよろしくお願いします。日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてや、という自分の息子たちを使った残酷すぎる番宣 CM がたまに流れてくるので、聞いているこっちは胸が痛む。みんなぽいのがいいよね。もうこの番組聴取率調査ってさ、アンケート式じゃんか。アンケート式だから下手したら取るよ。アンケート式したってだってチェックシートがフリーで書くわけじゃないもんね。次回の対戦カード、バニラ百景カルタ、他行バーサス日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやカルタ、魔行の対決です。日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやカルタ。さあ、日曜ジャンク情報ね。同じジャンクファミリーなんですけど、なかなか入ってこないですからね。ペンネームグラシアス、マクド鈴木というラジオネームの常連リスナーがいる。うわ、ロッテリア鈴木もいてほしいね。ロッテリア鈴木もいてほしい。ケンタ鈴木ね。普通に鈴木ケンタって書いてあって、全然何のパロディーかわからないまま、ある人せ、マックに対してケンタ。ペンネームアマチュアダックスフント、ママとはこうあるべきみたいな話をするたびに、後ろでうっすらボヘミアンラブソティのママーの部分が流れる。ペンネームズロース食べろう、前長島一茂の家に落書きされたことあったやん。あれもバンクシーちゃうの。そんな面白いこと言うくわ、またこんな面白いことなかなか言わないと思うよ。あれバンクシーってことだったら笑うんだけどな。バカ息子って書いてあるんだけど、バンクシーのバーじゃないのねえ。か、バカ息子をやっと消したところに、本物のバンクシーが書いてほしいよね。本物のバンクシーが女の子のやつ書いてほしいよね。それを長島一茂がすぐ消すっていう。またかっつって。ね。ペンネーム、ハトコは授乳中。ママが持ちやすい究極のメイクポーチを女性誌とコラボしプロデュースすることになったが、小原のチツトレイを極太ディルドを収めることを考えると、どうしても30センチを超えてしまうため頭を悩ませているだと。ペンネームハトコは授乳中でした。ペンネーム3年目の上着、ママはな、あんたを
ママはな、まあ、あんたのママはなってことね。ママはな、あんたを無所得千釣りマシンになってほしくて命がけで産んだわけやないやで。無所得千釣りマシン。電話人生相談をガチャ切りだって。桑畑急にね。ママはな、あんたを無所得千釣りマシンになってほしくて命がけで産んでくれたんやないんやで、ガチャーンって言うたったわーつって。こんな面白いこと言う、無所得千釣りマシンって。ペンネームもぎたてもなか、ま、満を持して発売した内マカオリジナルコンドーム、その名もうちらを行かせてや。そのネーミングセンスゆえにビレッジヴァンガードでふざけたポップをつけられて面白グッズとしての扱いを受ける。ペンネーム残さず、まさかり担ぐんやなくてスーパーで買ったお米担いでもらいたいもんやな、という謎の金太郎ディスリー。急にだよ。ペンネームピストルチョコ、松重豊ってオナニーするときも心の中であんなに喋るんやろかなんて。よし、立ってきたぞ、一気にしごこうみたいなやつ。言わねえ、こんな面白いこと言う。みんながどんどんクワバタ超えて得してるよね。クワバタ面白くなっちゃってもう俺の中で。聞きたいもんこんなの。ペンネーム形状記憶老人、ま、これカルキンみたいな子役上がりの男は女に自分のしょんべんを飲ませて喜んどるに決まっとんねん。偏見、決めつけ。ペンネーム社交性ゲロイカ、マンドリルを動物園で見たという話の流れからほんま目疑ったで、なんやねんその卑猥なネーミング、子供もいっぱい来てんねん、ありえへんやろ、マンドリルってもう大人のおもちゃやん、バイブやん。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、マライアキャリーってマラが嫌って名前でアピールしてるくせに何回結婚しとんねん、なんなん、まんじゅう怖いか。すげえ面白いじゃんクワバタ、すげえ面白いクワバタ。ペンネーム電柱理論、マシンガンズの滝沢くんに会った時に聞いたんやけど、うちの地区やとディルドは燃えないゴミで、ペニバンはベルト部分は燃えるゴミ、ペニス部分は燃えないゴミとして分別しないとあかんねんて。あかんねんてやる。ペンネーム金玉院巨大孤児、漫才で一番は取られへんかったけど、漫才で一番は取られへんかったけど、子供にママが一番って言われて気づいて、ママが一番、つまり M1 取ったっちゅうことやねん、と桑畑が力説するも、ゲストのサンドイッチマン富澤にちょっと何言ってんのかわかんないと本気で言われる。ペンネームピストルチョコ、三ツ矢サイダーと天ぷらそばをセットで食べるような男は四十八手すべて暗記しようとしたことあるに決まってるやろ。決めつけだよ、決めつけひどいよ。ペンネームロボピッチャー、ミケランジェロのダビデ像って竿より金玉に目がいってまうねんな。なじゃねえ、あるあるみたいな言い方してんじゃねえ。ペンネームマイペース、ミランダカーがセックスしたら家の中にいてもカーセックスやな、というガード下で飲んでるおっさんでも言うのをためらうギャグに小原が笑いすぎて過呼吸になり担架で運ばれる。ペンネーム大自然守る、みかんの筋を丁寧に取る男は車のウインカーを出すタイミングが早すぎんねん。もう何でもねえじゃねえかよ。イエロー軍曹、これもうクワバタかな、
胸にチンコ挟むんはパイズリや、お前が言ってんのはこじるりや。全然似てねえ。どんな流れで言ってんの、どんな流れ。ペンネームアマチュアダックスフント、む息子って呼ぶ人いるやん、自分のあそこのこと。あれ本当に本当の息子がいるママからしたらやめてほしいね。息子は息子やからってことは、息子の自分の子供のあそこは息子の息子なん。そんなん私からしたらもう孫やという大爆笑トークだった。ペンネーム中井ピーチ、目名称が似てるという理由で博多阪急地下にある馬地下で番組イベント開催を打診するが即刻拒否。ペンネーム花トレイン、花トレイン、目メールテーママッケンユーのチンコに似てるもののベストメールに千葉真一さんの子供だよね、マッケンユーさん。マッケンユーのチンコに似てるもののベストメールに、ラジオネームたっくんママ1年生のサッカーワールドカップのトロフィーが選ばれ、内マカステッカーと月額999円でサメ勧誘カプセルを購入できる権利が送られた。2時33分から確か俺いいんだな、これ。ペンネーム大善守る。メンス川柳そんなコーナーやってんの。メンス川柳。今週の内マカ大賞は、あ、内マカ大賞に選ばれると、サメ勧誘カプセルを999円月額で購入できる権利をもらえる。メンス川柳。今週の内マカ大賞は、メンスの日。パパが家事するイケメンス。すごいな。すごいな、この番組。内マカすごいわ。震えるわ。もうなんだろう、この感じ。ねえのにね。ねえのにすごいんだよね。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、目面会に来たクワバタに、もううちはあんたの相方でも何でもないんやと拒絶したが、何言うてんねん、うちら二人でクワバタオハラやろ、残されたうちまかリスナーはどないすんねんと一喝され、オハラは涙を流すのだった。何をやったんだ、何をやったんだ。ペンネームヒメルテヤ、もうすぐ終わるから大丈夫だろうと童貞いじりのコーナー、荒谷田童貞デイキャッチ。荒谷田童貞デイキャッチを3月からスタートする予定。ラスト、ペンネームカンタロウ、も森の中に迷い込んでな、誰かが助けに来てくれんねん、その人が誰かちょっと考えてみ、考えてみというクワバタの心理テストが始まり、リスナーから様々な回答が出た後、クワバタがその人がな、困った時にあんたを助けてくれる人やねん。あいつこんな面白い。ということで、日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやっかるた。や、言うよ、ですね。ペンネーム、ピストルチョコ、や。屋敷隆人のやっぱ好きやねんを流した後、必ずクワバタの鼻をすする音が聞こえる。やっぱ好きやねんは、一応生身の二人に僕会ったことありますんで、お腹の感じかな、なんか。ペンネーム形状記憶老人、や、やった女のことをマグロってなんやねん、釣り上げた女がマグロになるか潮吹きクジラになるかはお前の竿次第やろ。言いそう、言いそう。
言いそうだなぁ、ペンネームピストルチョコ、いや焼肉屋で頻繁に網変える男は銭湯で剥いてからパンツ脱ぐに決まっとるやろいいね、クワバタの決めつけパターンですよね、うん、ペンネームピストルチョコ、ハマったなさては役所工事の役所のイントネーションを正しく言おうとする男、俺じゃねえか今すっげえ違和感あったけど、ご本人が多分そう言うんだよ、役所工事っていうんだよね、役所工事の役所のイントネーションを正しく言おうとする男はいつもチンポジを気遣う真面目な男に決まっとるわ、あ真面目だよ俺真面目すげえなこの先入観、あのずるいのはやゆよあたりになってくると、このパターンずるいわ、 ペンネームのこぞぞさん、矢島のりと、矢島のりと、矢島のりとはあれやな、雑な背部で痛がってる女を見て感じ取る感じ取るって笑う最悪な輩に決まっとるだった、ペンネーム噛まない犬、いや安田美沙子をひたすら桑畑がディスるだけのコーナーができましたなんてずっとなんかライバル視してんだろうね、ペンネームガーハーさん、いややればやるほど綺麗になるものって何やと思う、うちらの場合はな、自分磨きとセックスやで、ね、あーいい意味でだよ、いい意味でゲボ出ちゃう、ね、いい意味でゲボ出ちゃうな、ペンネームスズムシ食べた、いや安清で言うと安氏が桑畑、清氏が小原、マック鈴木がヘレンだっていいね、ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、いや野源ばっか焼き鳥屋で注文する男はどうせ自分の乳首もコリコリしてもらえとるに決まっとる一応俺の中ではクワバタの声でこの決まっとる系はもうあの想像してますけどね、ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、いやヤバトンの看板って乳首出とるやん、セクハラやんペンネーム金玉院巨大孤児、いやヤバタニエンを使う女が大っ嫌いやね、そんな女道で拾った不衛生なパイプを突っ込んで膣膜炎にでもなったらええねんヤバタニエンと膣膜炎じゃねえよ、膣膜炎なんて言葉ねえし多分ペンネームマーチブラウン、やけに今日は目の調子がいいとかメールが読みやすいとか言ってるなぁと思ったらやっぱりブルーベリーサプリの CM がペンネームイエロー軍曹、ユーコリンとギャルソネがゲストに来て誰が、ママ力ナンバーワンなのかを決めるママワングランプリを開催したが最終的に決まったのはセリナはクソ面白いじゃん。ママワングランプリって言ってたのに、なんか譲れないとこもいっぱいあって、なんかこう、お互い、こう、真綿で首絞めるような戦いした結果、意気投合したところは、セリナはクソやなっていう。ペンネーム3年目の上着、ゆうたやろ？しょっちゅう蒙古タンメン中本食っとる男は、断りもなくアナルを開発しようとするって。前の週のメールで言ってっから前の週のメールであれだけ言ったのにアナルを開発されたっていう文句のメールを書いてるから言うたやろタイムフリーで聞いてみ言うたやろっていううん。ペンネーム電柱理論、夕飯何食べたいか聞かれて何でもいいっていう男は事務所が決めた雑なキャラに適当に乗っかってさんま御殿で爪痕と残そうとしてさんまさんにマジで叱られてもまだみちょぱの後釜狙ってるズーズーしい毒もくずれみたいなんとお似合いやつ投げっつんの。ペンネーム刺身フレーバー、勇気出る話したろか、ほんまのこと言うとな、うちらも学生時代なんかはそないモテへんかったやで
俺じゃねえよ、小原で、小原でもねえし、言ってねえし、ペンネームそろそろ旧姓中山、何この新しいパターン、よよっと燃えてもあんたにはまだ歌が残ってるやないの。ゲスト加山雄三来てんの、すげえ上から、ゲストの加山雄三に超上から来てんの。石鹸よ、夜泣きはお母ちゃんもっと大きくなりたいよ、大きくなりたいよって赤ちゃんからのサインなんやで、ね、いそう。ペンネーム大自然、ま、守るよ、よく見りゃポコチンのコーナーでチンコに似てるものをリスナー投票で決めた結果、1位に低周波治療器で痙攣し続ける瀬戸内寂聴がリスナー面白い人ついてるじゃんこの番組、これすげえ面白いじゃん。ペンネームクリームたい焼きよ、よし行くぞってなんやねん、行くぞやなくて女を行かせなあかんちゃん、自分勝手な男やでほんま。というわけで曲のリクエストはよし行くぞ、オラ東京さ行くだ、また行くんかい。すげえ腕上がってんなクワバタ。ペンネームボールペン返してよ、幼少期貧乏だった家を愛と工夫で笑いの絶えない場所にした母のたくましさの象徴がハムカツだったという桑畑自身の思い出から、自分たちとリスナーのことをハムカツファミリーと呼ぶ。こういうのいいんだよね、こういうのいいの、なんかそのウエットなとこすごいいいの、ね、ペンネームリフティングパパよ、よう聞きや、ハゲは全然恥ずかしいことちゃうねん、ハゲを恥ずかしいと思う心がハゲとんねん。言いそう。ラスト、ハトコは授乳中、クワバタオカラ、うちらに任せてやがるだよ、夜の営みとかマグワイとかいろいろ、いろいろ言うやんか、エッチのこと、皆さんなんて呼んではりますとメール募集、現在届いてるのは仲良し、イチャカツ、オパコ。なんかさ、2エンジンあるのすごくない、企画するエンジンとか、それとその企画を聞いてその番組リスナーのセンスで送るセンスみたいな、ね、さあということで、クワバタオハラのうちらに任せてやかるたに対するはこちら、日曜ジャンク、クワバタオハラのうちらに任せてやかるた。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。この人のペンネームがさ、普通に流れてる番組だから品とかあんま関係ないよね。チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、むしろ俺だからいいペンネームだからね。ラジオが聞ける、小原雅子プロデュース極太バイブ、キツカが聞かせてやった。ラジフェスで販売中っていう。入れてスイッチを入れると、その、ウィンウィン音とともに、伊集院さんの番組も流れますからね。なんかその、それ入れたまま寝ちゃったりとかすると、朝この中から、森本武のスタンバイって聞こえますから、あ、いや、どこにスタンバってんだと思って。スタンバってんなーっつって。ねえ、ペンネームピストルチョコ、ラジコン2台を同時に走らせ、左右どちらの乳首につけた洗濯バサミが先に取れるかを予想する、クワバタ乳首猛レースのコーナー。クワバタ乳首猛レースっていう言葉が多分夜選んでる時に、沖縄で夜選んでる時に、チキチキマシーン猛レースみたいな空気に俺の中になったんでしょうね。ペンネームタチヒロシ、これクワバタの声で再生してほしいですね。楽勝やで、普段メガネかけとくやろ、で大事なところでメガネ取って上目遣いで見んねん、そしたら絶対可愛いって言われるから、今までこれで落とせんかった男一人もおらんよ。やってない番組でムカつかれるっていう。やってない番組の言ってないトークでイラッとされるっていう。
ペンネームピストルチョコ、ラクロスやっとる女は金玉の扱いが雑に決まっとるだろ雑に決まっとる。ペンネーム清志郎田中、ラジオネーム考えるときは自分の子供に名前つけるような気持ちで考えなあかんで。ふざけとるん、ふざけとるん、こんな名前自分の子供につけへんやろと、ブスの四十八手というラジオネームのリスナーが番組中に怒られる怒られるうちのチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、なんかずーっと怒られるんだろうね、ず延々とね。ラジオネーム考えるときに自分の子供につけられるような名前で考える人いないけどね絶対ね、うん、ペンネームマーチブラウン、料理の基本は指しすせそう、セックスの基本はマミムメもなんやでと自信満々で語り始めたが、最初のマで女性記名称を言ってしまったので続きがわからないまま番組は打ち切りに、ね、ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい、でこういうペンネームからのネタの美しさのギャップなんですよ。リモコンバイブが球代わりに使われているだから普通は手で球するんだけどブッ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 って入るから、そういうわけでって必ず頭が少しブレるっていう、時刻は2時29分になりましたつって言うんですよ、球で必ずブッていくから。だから俺も多分今にあんまこう時間無視して喋ってると入れられるようになると思うよ、極太のすごい振動のびっくりするようなやつ、下手したらアスファルトだったら少し固まるぐらいのもうあいつ喋って止まんねえなと思ったらブブブブブブブって入れられる感じの、ペンネームと先生はおっしゃっている、うちらに任せてやカルタ、リトマス試験紙あそこにつけてみや、ちゃんと感じ取ったら赤から青になるはずや、嘘だと思うもう本当にガセネタを平気で言いますからね、嘘。日曜ジャンク桑畑小原のうちらに任せてやカルタ、ペンネーム一人ぼっちの肛門、ルンバ欲しさにルンバの良いところを何週にもわたって熱弁したが、一向にルンバの会社からプレゼントされる気配がなく、そのことを悟った桑畑はダイソンって本当にええねといともたやすくくら替えをした。俺最近聞いた話ですよ、ちょっと脱線するんだけどさ、っていうか本線がないけどこの番組基本的に本線の鉄筋は盗賊団にもう持ってかれちゃってるから、多分中国あたりで売られちゃってるから鉄の値段が高い時期に。いい話だなと思ったのは朝の番組で奥田瑛二さんに会ったのね。で奥田瑛二さんが今度公開になったか今公開中の映画で仙骨っていう映画に出ましたと、でその話をしてたんだけど、それと、ガレッジセールのゴリ君が監督やってるんだって。で、すっごい真面目な映画らしいんだけどね。で、奥田瑛二さんは何にもできない中年のおじさんの役なんだって。んで、その、撮影の途中に、その中年の何にもできないダメな親父さを強調するのに、奥田さんの方からこんな衣装じゃダメだっつって。まず、パンツがダメだっつって。パンツとランニングでいるんだけど、パンツ、ちゃんとしたパンツじゃダメだっつって。BVD のダルダルの使い、履き古した、ような汚い、その、ブリーフ、白ブリの黄ばんだやつを用意しろと。で、それに軽くうんこついてるような状態でいなきゃダメだ。俺まだ映画を見てないから、絶対見るけど見てないからなんだけど、軽くうんこついたような状態のやつ持ってこなきゃダメだっつって。お前この映画を成功させたかったらそれだっつって、俺が何にもできないところで分かりやすくするために衣装をそうしろっつって話をした。で、そのエピソードをどっかで披露したらしいの。
披露して、その、BVD のダルダルの、もう、みっともねえパンツじゃなくて、ダメだ、おっさん向けのやつだって言ったら、かっこいいなと思ったのは、それを聞いた BVD が、普通闇雲に怒るじゃん。なんだと、そのおっさん向けの、その、みっともない、その、パンツの話に、うちの商品をって言うじゃん。じゃなくて、うちはこんなにラインナップが広い、履きやすいことがメインのものから、すごいかっこいいやつまでありますっていう、その最新商品をボール箱で奥田英二の家に送ったと。かっこよくない？だからそのいいのもあるんで、一応の一番その役を外れてスタイリッシュな奥田さんが履かれるならこれがいいんじゃないですかっていうやつを送ったっつって、すげえかっこいいと思って。で、俺だって、こういう形で、俺にもくれてるわけじゃないからね。そのルンバをくれの今のネタとは違うんだけど、俺その話聞いて、あ、ちょっとかっこいいなって思った。だから俺が履くとなると、逆にごめんなさい、伊集院さんが履くっていうことちょっとマイナスなんでって言われる可能性はありますけどね。戻って、ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。絶好調だな今日、何度言うんだっていう。ル涙腺弱なったわ、この前精子の拡大映像で頑張っとるなって思って泣いてしまって涙腺弱えな。ペンネーム子役あざといあざとい子供、ルッコラ食ってる男なんてどうせ爪が綺麗に決まってるなんて、もうディスてねえのどうせなのに。ペンネームゲリラ田中、レロ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 、はい、今日の君に体操はここまで旦那さんたち頑張ってやーだって最悪のコーナーだよ。ペンネームマーチブラウン、レアステッカーを手に入れるためにはスッポンサプリを1年間定期購読しなければいけない、定期購入しなければいけない。ペンネームロボピッチャー、冷蔵庫で冷やしたバイブを使っても締まりは良くならへんで。でもな、来週発売される内マカ流窒圧アップ術の本を読めばバッチリやでとちゃっかり宣伝。でも俺今日スマホにメモしてきたのよ、今日本屋行ったら結構新発売の本のところに、これマジかと思ったんだけど、なんかベストセラーみたいに並んでんじゃん。新刊の、話題の本みたいに並んでんじゃん。そこんとこに、なんだっけな。膣ダイエットみたいな。謎の、膣締めるだけダイエットっていう、買おうと思ったんだけど、締め方がわからないから、ずっと、おそらく一回も締めた覚えがなくて、膣締め方ダイエットっていうものがあって、しかも俺がこんだけ太ってるってことは、多分俺、開けっぱなんだろうなっていう。ねえ、堂々と書いたのすげえなと思って。ね、俺の感性ではダイエットの本買ってくるのってちょっと恥ずかしいのね、この体型だから。あいつ買ってんなって感じするわけ。さらに膣締めるだけダイエットって猛烈恥ずかしい気がするんだけど。だからアマゾンとか流行んのかと思ったら書店に普通に置いてあったよ。たださ、膣締めるだけダイエットって男性からしてみたら、尿道綿棒出し入れダイエットとそれほど変わんないよね。そうだよね。左玉筋甘いじりダイエットとそんな変わんないよな。ペンネームドリンクバーメモリーで、レジに置いてあるカラーボールが金玉にしか見えず買い物に集中できないという主婦からのメールに、小原が、いやいや、あんなに小さい金玉あるわけないやろと突っ込んだことで、マックス好きの金玉がとてつもなくでかいということがバレてしまう。ペンネーム休学実施中、ローン組んでまで内マカサプリを業産買うてくれたんやね。リスナーの鏡やで、ほんま。あんた今日からプラチナ会員飛び越えてフェニックス会員や。そらノルマも倍にはなる。けどあんたならできる。そんなところですかね。今日もやってないのに絶好調っていう。やってないのに絶好調ですよ。
いよいよゴールなるか、こちらです。日曜ジャンク、桑畑小原のうちらに任せてやっかるた。サバだけですからね。決めつけ系ね。決めつけ系。ペンネーム伊達男政宗は、ワックスで毛先遊ばせとる男とセックスしたら 100% 感謝されるに決まっとるやろ。まあ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 、なんでしょう、今までのそれはっていうような決めつけに比べると、んなんかあんのかなっていう感じが僕の中ではしてますけどね。ペンネームバナナフィッシュにうってつけの日は、渡辺一慶に憧れて役者を目指しとるような男は、風俗の待合室で他の客を巻き込んで寸劇やりたがるようなやつに決まっとる。そんなやつはいないし、そんなやつが、そんな現象が起きたことがないし、風俗の待合室も俺想像だけど、待合室でなるべく人と話したくないところじゃん、おそらく。でな、やってるところに、あー卒業式まであと4日かみたいな、そんなやつ、やだよ、やだ、え、俺の方なーなんつって、俺たちやり残したことねえかな、なんて急に肩ポンって叩かれて、俺なんかやんなきゃいけないのなんて言う、でもそんなもんじゃねえの卒業なんてって言えばいいのかなみたいな。ペンネームピストルチョコは、ワゴン車の後ろの窓にスモークが貼ってあったら、大体鶴のたけしが乗っとるやろ。もう決めつけっていうのとも少し違いますよね。ペンネームスズムシ食べたは、割れたままの iPhone を使い続ける女は、もうちょっと良くないですか。割れたままの iPhone を使い続けるような女は、自分がチラッと映ったアドマチの録画消さずに撮っとくタイプやで。後半がわかんない。なんかさ、iPhone、しかも最新機種の iPhone なのにもかかわらず、その、割れたままで使ってる、しかも女性じゃん。何か特徴ありそうじゃん。チラッと映ったアドマチの録画を消さんでおくやつとは思わないんだよね。ペンネーム形状記憶老人は、ワンタン麺すすってた箸でそのままマカロン食う女が処女のわけあるかいだって。わかんねえよ、決めつけがわかんないよ。ペンネームラッパーザキバチョは、早稲田大学中退して小説家になってホタルの墓を書くような男は、どうせ大島渚をマイクでぶん殴るに決まってる。野坂昭之なんだ、野坂昭之なんだよ、これは野坂昭之の話なんだよに決まっとるとかじゃ、ましてホタルの墓書いたとこまで行っちゃったら、それは野坂昭之であってような男じゃないんだよ。野坂昭之が 大島渚をマイクでぶん殴ったっていう報告だよ、それは。それは何ぬねんのの時に、何ぬねんのの の時にやれよってのもおかしいんだよ。それ、クワバタオカルと何にも関係なくなっちゃうから。PJ サトルは、別れた女を思い出して抜く、加藤良みたいな男が一番あかんねん。もう、決めつけもすごいよ。個人の決めつけだから。決めつけパターンざっといきましたけど、でも究極的なやつです。ペンネーム肉塊、決めつけだって言われたんだろうね、すごい言われたんでしょう。は、わかりました、私が間違ってました、コンビニそばのほぐし水を使わない男にも前儀をしっかりする人はいます、これでええやろ。一通り最後に来てきましたね。ペンネームピストルチョコは、私たちは必ず戻ってくるから、チンコ洗って待っとけやーが最終回最後に桑畑が放った言葉です。いいね、かっこいい終わり方だね。
ペンネームイエロー軍曹はワークマン、ワークマンって名前おかしいやん。今は女も社会的地位を築いてるのにマンって男だけ優遇するのは差別やで。これからはワークピープルって言おうや。なじゃねえ。ペンネームピストルチョコは渡部陽一みたいな喋り方にクワバタがなった時はピンクローターをオンにされている。ペンネームケフは早稲田大学校歌、都の西北の替え歌で小原の性欲をワンコーラス歌うが大学から猛抗議が。ペンネームマロンショートはわさびが大量に塗られたディルドを膣内に導入する通称膣わさを。なんだよ。毎回コンビでの対決企画の敗者が罰ゲームとしてやっていたのだが、今までにない快感を味わえるとまさかの大好評。以降勝者へのご褒美として行われることに。きた。ジャリはわからんけどブルーベリーがええねん。雑。最終回に来て雑。これ名言出たな。チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしいは脇がよりな、脇がよりそれを嫌がるあんたの心の方がくっさいっちゅうねん。いい言葉ですよ。ペンネーム釧路ダンディは私らみたいなただの美しいだけの女がお笑い芸人になれたのはこの内まか汁のおかげやで。飲むとみるみる面白いことばかり言ってまう。ラジオ番組がモテたのもこのありがたい汁のおかげやでと最終回で全てが内まか汁の CM だったことが判明する。壮大な新しいパターンだ。壮大な。ペンネームズロース食べろうは脇毛よくそっとんなあんたというクワバタに対し、小原が脇こきの時チクチクすると嫌がんねんと発言したことでマックの一風変わった性癖がバレていく。ペンネーム形状記憶老人は忘れたあかんで、番組が終わったとしてもうちらとリスナーはサプリメントの定期購入が続く限り家族なんや。もうだから番組終わると同時に番組のホームページが閉められちゃうから定期購入の解除の仕方がわからないっていう。解約の入り口がなくなるっていうね。ペンネーム形状記憶老人は若い子を見殺しにするわけにはいかへん、巨大隕石は小原とうちで止めてみせる境、あんた早く安全な場所へ逃げるんや。うちらのことはええ、最後ぐらい格好つけさせてえな。ドーン。クワバタさん。ペンネーム休学実施中は和田ば日本のゴッホになるっちゅうて青森から出てきたんやろ、だったらその思い板にぶつけたらんかいと お悩み相談でもらった桑畑からの一言が若き日の宗像志向を一回り大きくさせたのであった。いつからやってんの版画に。宗像志向それで頑張ったの版画を。ペンネームサミュエル・ネル・ジャクチョンはワシントン DC の DC ってデカチンの頭文字なんやてと突然番組中に小原が昨晩マックから聞かされたクソジョークを口走るとそうなんや、
そうなんや、知らんかったわーと食い気味に感心する桑畑。ペンネーム休学実習、最終回のメッセージ超面白いんだけど、わ、ワイワイ、ワイワイ騒いで、ほんま楽しい時間を過ごさせてもろたわ。最終回やったけど、みんなたくさんのメールありがとな。内マカサプリもただのラムネ菓子やったけど、みんな元気になった、元気になったって言うてくれてありがとな。最後も内マカらしく笑ってしまいや。いや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 、笑ってしまいやないって、お前。数万するサプリがただのラムネ菓子やったけどじゃないって。ペンネーム普通のカレーエビは、和風孫本家にあやかって、和風孫本家にあやかって、番組内でクリトリスのことを豆捨てと呼ぶことに。クリトリスのことを豆捨てと呼ぶことに決めたが、即刻テレ東から苦情が来る。ラストかな、うん、ラストがペンネーム、老婆の肛門は、私の好きな日本語ですと誰に吹き込まれたのか、アリアナグランデが今度は内マカというタトゥーをおでこに入れたことを報告すると、それは日本で最も下品なラジオ番組の名前ですとファンからの指摘が相次ぎ、アリアナは日本の存在を脳から消したのでした。そんなところですかね。一応休学実施中のもうラストのもう本当にこれ勝てば最終回ですからね、分かった分かったは返金には応じるっちゅうね。未開封の内マカサプリ未使用やないで、20個入りの箱が未開封に限りや返品可能や。金額相当の内マカポイントで返すで、交換できる内マカグッズを選ぶ権利はあんたにある。金返さねえんだ、金は返さねえんだ、最後の最後まで。しかも最終回でこれ言い出してくると相当悪質な在庫する。ということで、やっぱりこのラジオがやばいな、内マカ。さあ、投票は締め切りました。これ桑畑小原のうちらに任せてや和行なんで、勝てば終わり、勝てば上がりで、それに対して OK アレクサカルタ実は2連敗中なので、これ負ければ、こっちも終わりなんだよね。だから、桑畑小原が勝った場合には、両方新しいテーマになるところね。で、いて、アレクサが勝った場合は、アレクサがそのまま残る。で、桑畑が、予選ブロック戻るってこと。さあ、行きます。日曜ジャンク、桑畑小原のうちらに任せてやカルタ、506票。バーサス、オッケー、アレクサカルタが388票勝ったのは、桑畑小原のうちらに任せてやカルタ。上がったね。日曜ジャンク、桑畑小原のうちらに任せてやカルタがゴールインです。このラジオがやばいでおなじみの、ね。そして OK アレクサカルタも3連敗で今週で。